番長ミルクです。番長ミルクさんの初舞台の時はどんな感じでしたかっていうのをよく質問でいただくんですよ。確かに一般人だったところからプロの俳優になって、そこで初舞台を踏むってイメージしにくいじゃないですか。私も俳優になる前はどうやって初舞台を踏んでいくんだろう、どういう過程でオーディションなのとか、そういうの結構疑問に感じてたんですよね。なので今回は劇団四季で初舞台を踏んだ時のことをお話ししようと思います。番長ミルク大学。本題に入る前に簡単に自己紹介をさせてください。私は2010年から2016年までの6年間劇団四季の俳優として舞台に立っていました。ウィキッドのネスタローズで初舞台を踏んで、サウンドオブミュージックでシスターマルガレッタ役など約3年ずつ舞台に立っていました。劇団を退団した後はライズアップボディメイクグランプリというライズアップ主催のフィットネスの大会で関東優勝、全国優勝をしました。現在はウェブライターと YouTuber として活動しています。このチャンネルでは劇団四季のミュージカルを中心に、舞台が大好きな人や舞台の教養を深めたい人、それから俳優になりたい人にぴったりの動画をほぼ毎日8時から配信しています。私が初舞台を踏んだのは4月に入団したんですけど、翌年の2月の大阪ウィキッドの千秋楽の3日前とかに初舞台を踏んだんですよね。ウィキッドのネスタローズってどんな役かっていうと、ウィキッドには3人主役がいるんですけど、エルファバ、グリンダ、フィエロっていう3人の主役がいます。エルファバっていうのは鼻がとんがっていて、黒いとんがり帽子をしていて、緑色の肌、黒い洋服、ほうきに乗って空を飛ぶっていうエルファバっていう役があるんですけど、その妹役がネッサローズっていう役で、車椅子に乗っている悲劇のヒロインっていう、こういう人なんですよ。悲劇のヒロインって設定であるんですよ。私が思ったことじゃないですよ。結構かわいそうな役なんですよね。私がネッサローズを見た時はかなりベテランの先輩がその役をされていて、めっちゃ演技が上手い先輩だったんで、まさか私が初舞台でその役をするとも思わず、なかなか大変な役でしたね。どうやって初舞台の話が来たかというところからお話ししようと思います。2010年の4月に劇団四季に入団して、そこから毎日のようにレッスンの日々が始まるんですよ。歌とかダンスとか演技のレッスンが毎日のようにあるっていうのが基本的な劇団の生活なんですけど、そこからオーディションを受けてみてくださいっていうお話があって、初めてウィキッドのネッサローズについて練習をする機会があったんですよね。オーディションの時には何人か同じように受けてる方もいて、その中に私もいました。私は歌の練習をしてた時にキャラクターに必要なこととか詳しいことが分からなかったんですけど、とにかく役をつかめるかもしれないっていうので頑張ったっていう感じですね。課題曲が何だったか忘れたんですけど、確か二幕の総督の屋敷っていう自分の愛するボックっていう役があるんですけど、そのボックが死ぬかもしれないっていうのを悲しむというか、生きてほしいっていう気持ちを歌い上げる曲があるんですよね。確かその曲が課題曲になって、その曲で合格をいただいて、そこから本格的にお稽古が始まった感じですね。ただ歌の練習は今までしたことがあっても、演技は俳優養成所には通ってましたけど、高いレベルではなかったと自分では思っていたので、稽古が大変でしたね。ウィキッドの原作であったり、車椅子の人はどんな風に車椅子を漕ぐのかとか、資料を自分なりに調べたんですけど、なかなかネッサローズ像がつかめなくて、で先輩にいろいろ教えてもらって、なんとか役をつかんだ感じですね。具体的なことを聞きたいと思うので、順を追って話していくと、まあ、合格するじゃないですか。役合格して、で台本とか楽譜を手に入れて本格的に勉強するんですけど、ウィキッドってめちゃくちゃ歌う曲が多いんですよね。舞台上では歌わなくても、曲のサポート的な立場として声だけ参加しているっていうのを影コーラスって言って、通称影コって言ったりするんですけど、その練習してましたね。実はオープニングの群衆の役でネッサローズは参加をしているので、出演するシーンはどういう気持ちでそこに立っているのを勉強します。影コーラスに関しても声だけ参加するのでも、きちんとその作品とかシーンとか曲とか一つ一つのことを細かく自分なりに解釈していくんですよね。お稽古が始まる前までに自分でできることはこれ以上ないっていうぐらい準備しておくものなんですよ。例えば歌を覚えるとか、セリフを覚えると、動きも理解するとか、自分なりに 200% 頑張って
頑張って、これ以上自分でできることは何もありませんけどどうですかみたいな感じでやるので、車椅子の漕ぎ方の練習とかもしていましたね。医療用のよくある折りたたみ用の車椅子を使ってお尻のところに本とかを重ねて高さを持たせて、お尻と腰が垂直になるようにして漕ぐ練習をしていました。基本的な劇団で行われるレッスン終わった後に自主練をしていた感じですね。初舞台って何かから取り掛かればいいのか分からなかったので、歌と動きとセリフを覚えるとか、セリフをあいうえおに書き換えてきっちり発音できるようにして、それから子音を乗せるっていう練習法が劇団四季にはあるんですよ。子音法とか呼吸法を使うことによって舞台上で長いセリフを話してもお客さんがきっちり聞き取れる訓練があるんです。でそれからお稽古を見てもらえるようになって、相手役と一緒に練習をしていただけたり、舞台上でお稽古をしてっていう流れですね。流れだけ聞くと意外とさっぱりしてるじゃんって思う方もいれば、結構入念にお稽古するんだなって方もいると思いますけど、正直なところ初舞台なので何が正しいのかわからなかったんですよね。本当に至らないとこだらけの初舞台で、新人がやるべきいろんなお仕事とか気遣いとかができなくって、私は本当に出来が悪くて、たびたびご指摘をいただいたりアドバイスをいただいてたんですけど、良くも悪くも鈍感なところがあるので、めげないっていう意味ではよく働きましたけど、アドバイスの言おうとしてるところとか求められてるところとかもなかなかつかめなかったんですよね。どういう風に効率よく限られた時間の中でお稽古をするのもわからなかった。オープニングの群衆ばかり練習しちゃった結果、喉がガサガサになって声出なくなって、そういう風に練習しない方がいいんじゃないっていうご指摘をいただいてからやっとわかるっていうくらい本当にダメダメだったんですよね。でも自分の気持ちを大きな声を出すことによって処理をするんじゃなくって、もっと繊細な気持ち演技力でカバーしなきゃいけないっていうことをやっと学んで、ピンチがチャンスになったって感じですかね。自分的には結構頑張っているつもりでも成長が見られないって言われたり、空回りをしている時が本当に長く続いていて、私自身この初舞台を踏めるのかなっていう不安もありましたね。ただその時にすごく面倒を見てくださる方とか丁寧に教えてくださる方が多かったんですよね。時間がかかったなって思いましたけど、なんとか初舞台を千秋楽ギリギリになって踏ませていただいたっていう感じですね。自分が何か大きなことを成し遂げたんだとか達成感っていうことではなくって、もう全然わからなくって、無我夢中になってずっと自分が頑張ってもダメ出しをいただくことが多くって、自分はもしかしたらダメなんじゃないかな、いやでもこのチャンスを逃したくない気持ちが落ち込んだり、自分のことを励ましたり、とにかく言われたことをきっちりやれるようにしようって思ったり、周りの方に教えてもらいながらやってと初舞台を踏んだっていう感じですね。今ではいろんな動画で演技のこととか歌のことをお話ししてますけど、決して器用にトントン拍子に進んだわけじゃなくって、私はかなり不器用なりになんとか頑張っていろんな人に支えてもらって初舞台を踏んだ感じですね。お稽古の最後の人初舞台は全然感じ方が違うなって、初舞台を踏んだ時に思いました。初舞台を踏んだ時にどんな感覚になるかっていうと、客席にお客さんがいることにすごいびっくりしました。観客席にお客さんがいっぱいになって自分を見てるって時に住み帰りそうになるくらいびっくりしましたね。こんなに多くの人が舞台を見てるんだ、素人みたいな反応ですけどって、すごい集中力で皆さん舞台見てるんだってことにただただびっくりしたのが、初舞台の一番最初に出てきた時の印象ですね。初舞台が終わった後は共演者の方からおめでとう、初舞台やっと出れたねって言ってもらって、自分が出ることは応援されてないのかなって思ってたんですけど、応援されてたのかなって思ってぐっと泣きそうになりましたね。私はお金をいただいて舞台に立つのが劇団四季は初めてだったんですよ。舞台人としてある程度経験があって劇団に入る方は多分そういう小さい驚きないのかもしれないですけど、私は一つ一つにびっくりして、あと初舞台よりも楽屋のこと緊張しましたね。劇団に合格が決まって入団する前にウィキッドの大阪公演を見に行ったんですよね。その時のキャストと初舞台を踏む時のキャストはほとんど同じだったんですよ。自分が憧れていた舞台で憧れの俳優さんが同じ部屋にいらっしゃるってめっちゃ緊張するんですよね。いろんなこと質問したいけど、質問しちゃうと本当に自分バカみたい、なんて質問してるんだろうって思っちゃうんですよ。憧れのアイドルとか俳優さんが同じ部屋にいたら初歩的なバカみたいな質問しか思い浮かばない
と思うんですよ。聞きたくなっちゃうけど、観客として見る俳優の姿と共演する仕事仲間としての俳優って思ったよりも全然イメージが違って、その素人っぽいファンみたいな質問しちゃいけないなと思いながらも、やっぱ気になるから聞きたくなっちゃうし、その度に冷たい視線感じるし、先輩にも気遣いたいけど、それよりも自分のミーハーなところがつい出ちゃうんですよね。本当にダメだったなと思うんですけど、その中でも先輩が優しくて、そういうのは聞いちゃダメだよとかいろいろ教えていただいたりして、その都度やっと学ぶみたいな感じです。鏡越しに、あの先輩あんなメイクするのに興味津々になってて、仕事中に集中せずに他の人をまじまじ見るって失礼なことじゃないですか。なのにもうそういうことに気を取られてっていう感じでしたね。初舞台を踏ませていただいた後に、福岡公演のウィキッドも出演させていただいたんですけど、そこから初めて全体の開幕に向けての稽古に参加したんです。気分的には初舞台にこれからもう一回向き合うみたいな緊張感があって、またそこでもうまくいかないこととか、もう一度初舞台のように稽古をする日々が続いて、振り返るとこうしんどいこととか辛いことが多かったですね。演技指導をしてくださる方がとても頭のいい優秀な方で、こんなことをたくさん言ってくださるんですけど、指摘をいただくことに慣れてなかった私は、情報処理能力は全然伴わなくって、すごくいいことを話してくださってるのに全部吸収したいのに、すでにいっぱいいっぱいで水タップタップのスポンジみたいな状態だったんで、何も吸収できなくって、このままだと全然上達できないと思って、その時からお稽古中にボイスレコーダーとか、なんとギリギリの状態でついていけるようには頑張っていました。そういう感じの私の初舞台でした。これから劇団四季の舞台を目指す方も、この動画で見てる方は多いと思うんですけど、過去の経験から言いたいのは、これから劇団四季を目指す方は、本当に演技とか歌とかダンスとかできる限りのことは 100% やった方がいいなって思いましたね。どれだけ自分なりに頑張っていても、初舞台立つ時って今までの頑張りよりも5倍くらい頑張らなきゃいけない感覚なんですよ。劇団四季でロングラン作品が多いんですよね。例えばライオンキングだと、もう20年前後かな、長いことやってる作品って、伝統と歴史のある作品で自分が参加するっていうことは、今まで代々演じてきていた先輩の工夫であったり、いろんな思いを背負って出た方がいいのかなと感じる瞬間が訪れるんですよね。歌であったりダンスであったり、作曲家とか脚本家とか、すごく情熱を注いで作ってきた作品を高い基準で維持するために、毎日のように舞台で最高レベルのパフォーマンスをするためには、自分の基礎力っていうのも必要ですし、すぐ対応できる応用力っていうのも大切なんですよ。感謝する気持ちとか、努力をし続けることとか、ダメ出しされたところで諦めないっていう気持ちも大切ですし、これから舞台を目指す方はできる限りのことをやった方がいいんじゃないかなって、私は自分の経験から思いました。俳優にとっては毎日のようにしている舞台、お客さんにとっては何ヶ月前から楽しみにしていた舞台を見るって、すごい期待値高いじゃないですか。想像をはるかに超えて感動を与えてくれたっていう舞台を作ることって、こんなに簡単なことじゃないんだって思いましたね。今はコロナの状況で劇団四季の舞台はお休みしてますけど、また再開したら劇団四季の舞台を見たいなって思っています。たかが舞台に立つことでしょって、もしかしたら思う方もいるかもしれませんけど、初舞台に立つことも大変ですし、それから新たに別の演目に行くときも、今までの自分のレベルを格段に上げないと、初舞台も他の舞台もなかなか立てないなっていうのを私自身が感じた。他人から見ても技術を格段に上げることってすごい練習量ですし、効率のいい練習方法とか集中力とか、まあいろんなやらなきゃいけないこともあります。時間は戻りませんけど、もしもう一度初舞台に踏むことができたら、あの頃の自分に戻ることができたら、もうちょっといろんなことできたなって思います。また今後私が舞台で学び得たことも配信していこうと思います。最後まで動画を見てくださった方に一つだけお願いがあります。皆さんが応援しているお店とか企業さんもあるかもしれないですけど、世界中がこういう厳しい状況の中、劇団四季でもすでに購入したチケットの寄付を始めています。もし少しでもお力を貸していただけると、劇団四季の俳優や劇団四季自体も嬉しいと思います。私はすでに劇団四季を退団しているので、今は関係ないですけど、よろしくお願いします。概要欄から劇団四季のチケット料金寄付制度申請についてのお知らせっていう2020年5月23日の記事のリンクに飛びますので、よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとう。また質問やコメントお待ちしております。番長ミルクでした。 SNS もチェックしてね。